皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、黒のトリガー実況プレイのパート6かな、やっていきたいと思います。まだあのね、クロノの処刑から逃げてきまして、ゲートを越えてた世界てか、まあ時代ですね。今が一体どの時代かはまだわかりませんが、とりあえず情報を集めながら行きたいと思います。前ね、この廃墟を越えてきたわけなんです。その直前に寄ったバンゴドームというところにも食料がなくて、でそういったところはもしかしたらこのアリスドームにあるかもしれないので、こっちまで来たんですけれども、今回このアリスドームではなくて、先にね、地下水道跡というところを攻略していこうと思います。まあ現時点でね、ここを通過する必要はない場所なんですけども、そんなにね強い敵も出てこないですし、強力な相手も出ないんでね、やっていきたいと思います。キー、よそ者だ、早くクローリー様に知らせなくちゃ。ここにはクローリーというやつがいるみたいですね。敵もそんなに強くないんでね。かなりね、終盤の方でここ必ず通ることになるんですけれども、まあ、終盤でもないかな、中盤くらいかな、ここを通ることになるんですけども、その段階でね、ここに来て宝箱とか回収してもそんなにね、喜びとかないんで、もう早い段階で回収しておきたいと思います。パート6までやってきて、やっとなんとなくね、 iPhone 版の操作にも慣れてきたような感じもしますけれども、後半の方にね、かなり操作性要求されるような、そういう操作のテクニック要求されるような部分があるんで、ちょっとその辺心配なんですけどもね。ここに橋があったの見たんだけど、本当だってばケロ、本当なんだってば、嘘をつくなけど、どこにもないけど、まったく。ほんとなんだけど。ん？誰か来る。逃げろゲロ。なんだろう、あの2匹のカエルは。こんなところにもカエルがいたのか。ちょっと怖いけど。不気味なところね。何か嫌な予感がするわ。よし、じゃあ注意して先に進んでいきましょう。待て。日記がある。最後のページにはこう書かれている。もう限界だ。音を立てたら半魚人に襲われる。なんて我慢できない。こんなことだったら、ギロチンの刑になっていてくれればよかったのに。最後に、大声出してやる。とにかくね、音を立てると、さっきの魔物が襲ってくるみたいですね。一応猫とかいるんだけど、猫ちゃん泣いちゃって魔物来ちゃうから、吊るしちゃいましょう。この空き缶も蹴る、多分の、ね、奥の缶に当たって音が出るってことでしょ。
で、多分このチーズを拾おうとすると、多分ネズミかなんかやってくるんですよ。で、これセーブポイントのようで、多分そういうね、キラーンってなっちゃいますもんね。まあ戦ってもいいんですけど、今回スルーします。さて、かまいたち。黒も回復しよう。よしよしよし、いいダメージだ。待って、ここら辺に隠し空があってね。どうやらこのスイッチを押すと橋がかかるけど、それではスイッチオンだけど。わーん、スイッチ高すぎて届かないけど、それでも帰るか、ゲロゲロ。ん？誰か来る、逃げろゲロ。別に帰るって言うほど飛ばないよね。そういう移動手段だけである。怒りの腕は攻撃に対して反撃を行うですね。これはやっぱ攻撃力の高い黒のにつけるのがいいかと思います。あ、そうだ、ここら辺で一回回復しておこうかな。これまでしょ。よし、では行こう。キー、3人組がもうすぐやってきますぜ。キー、この地下水道に来るとは全くもって命知らずな奴らめ。ここの恐ろしさを思い知らせてやるわい。キー、思い知らせてやりましょう。キキキキキ。来やがったらこんなんしてあんなんしてもう粉々にしてやるからな。やはははは。キャハハハハ。グッキャ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 。グッキャ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 。でも見張りは真似してるつもりなんだろうかね。お、こっちに気づいたか。ん？粉々にしてやるーって言ってますね。まあ確かにこいつ結構攻撃力が高いというか、HP を1にしてくるやつと通常攻撃を繰り返してくるだけなので、まあ一応まああれくらったらすぐ回復するくらいのペースでやればそんなに苦戦する相手ではないと思います。攻撃力はまあまあ高いですね。まあこっちにはね、回復のスペシャリストマールがいますんで。反撃した。おし、倒した。よしよしよし、回復しておこう。なんかこんなところに一人取り残される子分っていうのもね、かわいそうですよね。まあ相手は魔物だ、ほっときましょう。そして雷鳴拳、はい、これで黒の攻撃が完備、回りましたね。よし、ではスイッチを押して、で橋もかかって移動が楽になると。よし、はい、さっくり攻略できました。では引き続きアリストームに行ってみたいと思います。その前にとりあえずセーブ
多分建物の中にね、エナボックスあると思うので、それで回復しましょう。あなたたち、どっから来なさった？西の廃墟を越えてですけど。何？おい、あの廃墟を越えてきた者がおったぞ。え？本当か？あそこのミューダントと戦えるほどの者がおったか。なんでしょうね。他になんか飽きないやってる女の子いなかったっけか。あ、いたいた。まず回復。セーブポイントここにありましたね。よしよし。え？お金持って待ちかと。大したものは売られてないですね。まあしょうがないか。あ、ポーション安いし買っとこうかな、いっぱい。これ。いいよ。エルタはね、なんだかんだね、いつの間にか増えるんですよ。よし。さあ。では、進んでいきます。お前たち、地下に行くつもりか？もちろん。私らが何度挑んでも地下には行けなかったんだぞ。やってみなきゃわからないでしょ。お前たちのような生き生きした若者を見るのは久しぶりじゃ。気をつけてな。そして生きて戻ってこいよ。よし、では行きましょう。さて、ではまず、ここってこの iPhone 版だとどういう操作になるんだろう。さて、いや、ここもそうだな。結構細かい操作要求されんな。よし。はい。固定プログラムを実行せよ。クロノ、何が起こったの？マール、行くわよ。はい、ガードマシンですね。主にまずこのビットを先に破壊します。属性攻撃とかは多分ダメ。火属性はいかないんだろうけど、天属性は入ると思うんだけどね。多分殴った方が強い。よし、あとは電力で殴っていくだけです。カウントダウンが始まっている。ガードマッシュ自体はですね、特に根拠はしてこないんですけれども、カウントがね、終わると、さっきのビットが復活してきますね。なんで、今のうちにもなるべく、ダメージを与えていきます。ここで一回、ビットが復活。で、まずビットから倒しましょう。
よっしゃよっしゃ、ブレイクダウン。お、新技覚えた。挑発。多分相手を混乱させるやつかな。何この匂い。ひどい。全部腐ってる。電源が不安定だったのね。プロの。もう息はないみたい。何か握っているわ。なんだろうこれ。何かの種子みたいね。種？こんなところで育つのかしら。さて、汚い紙にメモがある。あのネズミはただの置物じゃない。ドームの秘密を知っている。鉄の上のネズミを捕まえろ。お、なんでしょうか。さっきそういえばね、ネズミいましたね。でっかいやつ。いたいた、あいつのことだわ。し、逃げるかもしれないわね。ダッシュして、ダッシュしてタッチで捕まえるのよ。よっしゃ。いるかなこれ。いた。勘弁でちゅう。白状するでちゅう。ツールスイッチは青いボタン、黄色いボタン、赤いボタンの順でタッチするでちゅう。え？ちょっとごめん、もう一回。青いボタン、黄色いボタン、赤いボタンね。青、黄色、赤。はい。こういう手順になったんだ。ん？あ、青、黄色、赤。スマホもそうなったんだ。なるほどね。ここではね、他のやつだと、いろんなボタンの同時押しでしたよね。まあ、さすがにそういうのがないからか。さて。問答無用で破壊します。よし、虫はもうガンガン倒していきますよ。駆除駆除。壁っていうか扉があるんだけど、これまた開けられないので、またいずれやっていきます。今はここですね。ここが情報センターね。よかった、このコンピューターまだ生きてる。空間の歪みを察知すればゲートの在りかがわかるかも。お待たせ、ここよ。このアリスドームから東の。
プロメテドームね。さすがルッカ。この機械でそんなこともわかるんだ。じゃあここを押したら何がわかるの？AD1999 年ラボスの日記録？っていうと、クロノたちの時代の999年後ですね。なんでしょう。地下から何かが。ドームよりも巨大な生命体。何これ。ラボスって、これが世界をこんなにした大災害？じゃあ、やっぱりここは私たちの未来なの？ひどい。ひどいよ。こんなのってない。これが、私たちの未来だなんて。クロノ。そうだよ。変えちゃおう。クロノが私を助けてくれたみたいに。ねえ、ルッカ。ねえ、クロノ。そうね。幸い私たちはゲートを使って時代を越えられるんだもの。やろうか、クロノ。よし、やろう。よし、やろう、クロノ。ルッカ。それじゃあ、早いとこ私たちの時代に戻ってラボスについて調べないと。行くわよ、プロメタドームへ。はい、ここで初めてね、このゲームの真の目的が確立しましたね。自分たちの未来を滅ぼした謎の生命体ラボス、そいつの覚醒というか何かを止めて、この滅んでしまう未来を変えるというのがこのゲームの目的となっております。まあね、ひょんなことからいろんな時代をね行き来する力も得ましたし、それを活用してなんとかね未来を明るいものに変えていきましょう。戻ってきよった。どうしよった。ここは、私たちの足なの。それより、食料は？これしかなかったの。種子か。エナボックスもいつまで持つかわからないわ。その種子を育ててみてください。とにかく生きて、頑張って。私たちもやってみるから。あんたたちは不思議じゃ。何かこう、わしらとは。元気ってこと？元気？聞いたことのない言葉じゃが、なんだか気持ちのいい響きだ。何の種子かわからんが、こいつを育ててみるよ。これ何？今の私らに必要なのは、こういったものなのかもしれん。プロメテドームに行くのか。32号廃墟を抜けるならばこれを持っていけ。バイクのキーを手に入れた。32号廃墟に置いてあるジェットバイクのキーじゃ。私が若い頃乗っていたものじゃ。まだ動くといいが。向こうはここより強力なロボットが暴れ回っている。元気でな。じゃあ行きましょう。この前にエナボックス貸してくれ。では、東のプロメテドームへ。はい、このねアリスドームで見た映像で、
まあ、自分たちのね、活動の目的もできましたし、次のゲートがある場所も見つけました。この次回はね、この32号廃墟を越えて、プロメテドームに向かっていきたいと思います。では、クロノトリガー実況プレイのパート6はここまでにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。